よっぽさんと衆議院議員の藤野康美です。ちょっと今日喉が枯れておりまして、というのは昨日まで東京都議会議員選挙というのが行われておりまして、ちょっと私も、町田というところで、夜の8時までやっておりましたので、ちょっと大変苦しいと思うんですが、ご了承いただければと思っております。政治家を目指すわけということなんですけれども、私たちの共産党というのは全員の議員がそうだと思うんですが、俺は議員になってやるぞと思ってですね、共産党に入るというのはゼロだと思います。で、やっぱり私もそうですけど、日本を良くしたいなという中で共産党に出会って、これはもうこれだというふうに、日本共産党に入って、でその中で役割分担というのが、自然にというか、その時々のメンバーや情勢によって、決まってくる中で、たまたま私が、今この国会議員という役割を担っているということでありまして、それぞれ共産党員の場合はかけがえのない役割を果たしながら、地域で、全国津々浦々に支部を持ち、地方議員そして国会議員と連携しながらやっていくということになりますので、そういう意味ではそのなんか政治家というものがなんか職業的に考えるとすれば、ちょっとうちの場合は当てはまらないなというふうには思っております。ただそのやっぱり今政治の課題と、なぜ今政治を、変えなければならないのかという点についてはもうたくさん、皆さんともご一緒にこう考えることが本当にあるたくさんあるなと思っております。例えば、ちょっと東京都議選の話でいきますと、このコロナの下でお隣ワクチンやってるんですけど、コロナの下で五輪をやるのかというのが最大の争点になりました。で、最終盤になって無観客という方針も出てきたりですね、もう20日後にやろうというのに観客入れるかどうかも決められないと、このこと自身がこのコロナ禍でああいう大規模な世界的な大会をやることの矛盾をですね、選挙期間中も私感じながら、ここで観客をまだ初めは1万って言ってたんです、1会場1万って言ってたんですが、それを言ったらものすごい批判が出て、で子どもたちもその連れていくって言って動員するって言うんですね。子どもたちはその1万の上限の外なんです。でオリンピック規則と言われているそのいわゆる VIP、 これも外なんですね、1万人。だから本当にそういうことが批判され、そしたら今度は無観客だ、もう視野に入れるとか言い出してですね、本当に迷走する中で、やっぱり本当に命を優先するのかどうか、本当政治の役割って何なんだろうなというのを今度の都議選でも私自身も強く感じました。曖昧にできない一線ってあると思うんですね。オリンピック、それは私だってずっとスポーツやってきました。サッカーとか好きやってきた人間ですから、とりわけやっぱり選手の気持ちを思いますと、それはもうオリンピック、コロナの前であれば私も見たかった。しかしコロナというものが目の前にあって、日々東京の場合更新していくわけですね。陽性者昨日は700人超えました。そういうことで政治の役割って何なんだと、やっぱりまさに私が極めて今回の統一選挙の政治っていうのは何のためにあるのかというのが問われたと思ってまして、やはり命優先と、五輪をやることでリスクが高まることは誰が見てもなるわけですから、ここで政治がなぜそこを曖昧にするのかと、率直に言って与党なんかは全く語らないんですね。語ろうとして与党ではないですけど、都民ファーストの代表の小池さんなんかはもう病気になっちゃうわけですから、でそういう意味で政治家とは何かっていうか、もっと言うと政治とは何かというのが、例えば今で言うとこのコロナを通じて壊れてるんじゃないかと、感じております。で同時にこのコロナっていうのはその今の政治の弱さ、弱い部分というのをあぶり出したと思ってまして、そうするとやっぱりケアの問題、医療や介護、保育など、私の予算委員会で、今年の衆議院の予算委員会でこの3つの問題取り上げさせてもらったんですけれども、
本当にこうしたケアがなければ私たちは暮らしていけない、そもそも職場にも行けない。私お話聞いた保育の関係者の方はこの保育園にはお医者さんの子供も来ると、政治家の子供も来ると、で私たちが子供を預かってるから、あのそういう人たちは親たちはあの行けるんですよって言われて、私もハッとしてですね、本当にそうだなと。医療もそうですし、介護もそうですけれども、そういうケア労働というのはエッセンシャルワーク、それ以外でもたくさんあります。ゴミ収集の問題でも、ゴミ収集の問題でもやっぱりあのゴミを収集してもらわなかったら衛生状況が悪くなって、すぐまた感染、別の感染が広がっていくとか、そのやっぱりそのそれぞれの役割っていうのは非常に大きいというのがコロナ禍で私もあの痛感をいたしました。しかしそういうまさにケア、エッセンシャルな仕事をこそ低賃金で、あの過酷な労働条件ということがまかり通っている。でこれを変えていかないと、たとえコロナの感染者が減っていったとしてもより良い社会になっていかないというのは本当に感じております。あと一つはやっぱりその、まあ、経済の在り方としてもですね、あの私が予算委員会で取り上げたのはシフト制という労働の在り方で、これは私がお話聞いた方はそのシフトというのは要するにその週何日を何曜日に何時間入れますかっていうのをシフトっていうんですけど、これがもうコロナで激減してしまったと。しかし全く保証がないというので、まあ、究極の非正規労働みたいな形なんですけれども、あの政府の救済策というのは確かにありまして、 あるんですが、中小企業のシフト制労働者にしか使えないんですね。大企業は体力があるから自分のところでそのシフト制労働を救済してくださいという建前なんですが、大企業といってもいろいろありますから、厚労省から指導されてもガンとして救おうとしない大企業というのは数十社あるんですね。だからやっぱりそこは制度として大企業にも適用できるようにすべきだという論戦をやりましたけれども、やっぱり働く人が大企業も含めて保護されていないという意味でのやっぱり歪みというのも感じております。まあ、外交面で言いましても、やはりこの間トランプ大統領の時期がかなり続くということで、そのトランプファーストという外交に本当に日本がこう巻き込まれていく様子っていうのをまざまざと、でもちろんやっぱり安保法制のもとですから、この5年間軍事費というのはもう正義というか、他の社会保障費がどんどん削られるんですけれども、軍事費だけは毎年毎年増えて増えて増えて、とうとう5兆3000億円。私国会の秘書をしてた時期もあるんですが、当時は軍事費がその防衛費がそのまあ、GDP の 1% という枠がありましたので、5兆を超えるなんていうのはちょっと考えられなかったんですけれども、毎年のようにですね超えてくるということで、しかも中身が、いわゆる敵基地攻撃論に代表されるような、今までの専守防衛という保守の皆さんの、取ってきたその防衛体系というか全体像、専守防衛というのから、かなりもう全然180度違う、装備が次々と変われ、装備だけでなく日米の合同演習というのが増え、でこの信州の空を若者顔で低空飛行ですね、繰り返し C-130 とかオスプレイが激増してますよね、この2年間余りで。だからそういう意味での戦争する国づくりが着々と進んでる。そのことで特定秘密保護法とか、さっきの国会では土地利用規制法というのも強行されまして、この全部白紙にできるしてる法律なんですね。何を調べるのか、どういう方法を調べるのか、どこまで調べるのか、全部政令事項です。ですから本当にそういうまさにこう国がそちらの戦争する方向に向かっていて、そのための法制とか予算とかがまさにこう安倍政権、菅政権のもとでこう作り上げられてきたと。でそれはアメリカと一体になって海外で戦争することができるという大きな枠組みで進められてきているというふうに思っております。そういう意味では大変危険ですし、何としても変えなきゃいけないと。ですからそういう大きな
働く人を大事にしない、つまり大企業の利益ばっかりを優遇していくと、そして国民の利益よりもアメリカの利益を優先していくと、こういう大きな2つのあり方、それがコロナ禍でさらにこう激化しているという、この2つの、まあ、大きな特徴が今の政治としてあるのかなと思ってまして、私たちはこのコロナ禍を乗り越えながら、やはりそのコロナで浮き彫りになったそういう政治の問題点を大きく変えていくことなしに、日本の現状って良くならないし、むしろその2つの根っこといいますか、そのままにしたままコロナが乗り越えていきますとですね、コロナ禍にコロナに打ち返った証しとか言っても、またね、その調子に乗ってこう、そういう古い政治を押し付けてくる、まあ、目に見えていると思います。国会にいてもひしひし感じます。最近は全く答弁答えないんですね、菅総理というのは。答えず自分の言いたいことだけ言うというか、それも当てはまってないものですから、ですから本当に今の政権そのものを変えていかないと、いいようにそのインクルメントもいないんですけども、もう本当にもう国民の声なんか聞かないということで突き進んでいくという体質がより一層露骨になっていると思いますので、次の総選挙まさに絶対ですね、この市民と野党の共闘を成功させると、同時にやっぱり私たちは比例代表というので各党やっぱ切磋琢磨してですね、比例でも与党を少数に乗り込んでいきたいと、というのはこの間私自身は2012年初めて、挑戦して、その時落選したんですが、2014年で2017年と3回国政選挙やってきたんですが、2012年比例だけで見ますと、北陸新越というのは定数11あるうちですね、大体7与党が持ってたんです、当時で4、あ、もっとかな、そうですね、9持ってて2だったんですね。でその次の2014年の選挙は7与党になって野党が4と、で直近の2017年は6与党になって野党が5になったんです。でそういう意味では比例もですね大事だなと、私自身比例の候補者ということもありまして、もちろん5区でね本当に絶対勝つというのはあると思うんですが、やはりそれぞれここまで比例でも力関係変えつつあるわけですから、各ブロックでですね比例でも与党を落とし野党が前に進んでいくと、増えていくということで政治の流れを大きく変えるということが、強く求められているというふうに思っています。そういう意味で今度の総選挙というのは本当に大事な選挙ですし、先日の長野の中次郎さん の補選というのは私も何度も入らせてもらいましたが、非常に大きな役割を果たしたというふうに思うんですね。9万票以上の差ですし、中身もですね非常に畑さんの訴えというのは私も隣で聞いていて胸に落ちるものでした。ですからこの長野の力というのがやっぱり今度の総選挙に向けても非常に大きなものがあるし、この長野の、経験を私も北陸支援ブロックといいまして、新潟とか石川富山福井で長野なんて5県ですが、大いに広げてですね戦っていきたいというふうに思っております。最後余談ですけど、その時3つの北海道と長野と広島でやられまして、実はその時当選された野党統一候補の方がですね、原さんはもちろん何度もお会いしているんですが、北海道の松健吾さんとか広島の宮内観光さん、お本人たちがやっぱり私たちの部屋に来てくれて、本当に共闘の力で勝つことができたと、次は選挙が終わって次は国会でというのをご本人から非常に真摯に私自身言われたんですね。でその後の国会でもやっぱりガラッと変わるわけです。いや、やっぱり選挙ってのはすごいなと思いまして、これが3人ですから、3人でしょう、3人がメインの、戦いで、しかし州の衆議院の雰囲気も変わるんですね、よし行くぞというですから、やっぱり選挙というのはそういう意味で本当に大きいし、今度の総選挙でやはり野党がどれだけ伸びるかっていうのは今後の政治の勢いを決めていく上でも非常に大きいと思います。私たちは野党連合政権を目指して、頑張りたいという決意、最後に述べまして私からのお話をさせていただきます。ありがとうございました。